和子さんのスポカの小論文。小論で決まっていることがもうはっきり出てるんですよ、数字に。受験生が最も失敗しやすかったその典型とか受かると思いますね。お便りまいました、むちゃチャンネル。さあ、今回はこんにちは、早稲田法学塾代表の平です。今回はですね、和子さんのスポカの小論文をちょっと平さんに。おいしいねじゃなくてさ、平田ぜやもう言わなかったし、はい、お願いします。今回和子さんにですね、提出していただいたのは早稲田スポーツ科学部2023年度の結果。結果か。はてなって。今回和子さんに提出していただいたのはそこもやるんですね。早稲田スポーツ科学部2023年の小論文の答案になります。これをですね、見ていこうじゃないかというところで、和子さんの書いた答案がこちらになります。はい、こちらをね、ちょっとこうお二人で見ながら、まあ、僕はね、ちょっと自分のね、赤いした添削後であげるんで、まあね、こうどこがどうっていった話をね、しながら見ていきたいと思います。まあ、まずですね、早稲田スポーツ科学部小論文と共通テストの入試があって、もう早稲田スポ科は小論で決まるっていう話をしてるんですよね。よく素人の先生だと、いや共通テスト200で小論50だから共通テストで決まるでしょっていう風に見がちなんだけれども、実は合格最低点や平均点を分析すると小論で決まっていることがもうはっきり出てるんですよ、数字に。この辺詳しいのは僕の早稲田合格塾のチャンネルに出ていますんで、概要欄もしくはコメント欄の方に貼り付けておきますんで、そちらをぜひご覧になってください。まあ、今回の和子さんの答案なんですけど、まあ、早稲田スポカ600字から1000字の間なんですよね。で、まあ、今回の答案が約740字になってくるんですけど、まあ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 っていう感じなんですよ。早稲田スポカの小論文を書く方なんですけれども、人間が見るものなので、小論文っていうのはやっぱり結構ね、心象でね、変わってくる部分って一定数あるんですよ、やっぱり人が見るものなので。で、じゃあ心象をいい方向に持っていくものっていうのが何か。まず一つには、字が汚くないこと。綺麗な字書く必要はないんですけど、やっぱ丁寧な字を書くっていうことですね。これまず心がけてほしいってこと。第二に、書いてる文字数なんですよね。740っていうのがちょっと微妙っちゃ微妙です。1000字枠があったらば、まあ、800オーバーぐらいはあってほしいんだけどなっていうのが、正味なところではありますっていうこと。で、まあ、三つ目のね、心象に関しては、この後添削の中でね、お話をしていきたいと思います。では今回の早稲田スポーツ科学部の設問なんですけれども、退屈の意味とはっていうことが問われてるわけですね。これを論ぜよということで、まあ早稲田スポーツ科学部の、ね、小論文の入試問題ってお題型と呼ばれるもの、あるいはまあちょっとした図表なんかが与えられたりとかして、そこに対してね、こう論じていくものだったり、かつてね、このチャンネルで坂上さんがね、入試を受けた年なんかはまあそのタイプだったりしたわけですよね。この2パターンどっちかで来るだろうな。今回このお題型っていうもので来ましたと。では彼女の答案を一緒に見ていきます。難しい、まあまあ読んだ方がいいよな。あ、読んでます。退屈とは、もともと何もすることがない時や嫌なこと、興味がないことをする時に生じる感情であった。しかし今日ではエンターテインメントの多様化により、人々は自分から望んで行っている行為に対しても退屈を感じるようになっている。映画の倍速視聴や動画の2画面同時再生を行う人が増えているのはこのせいだろう。まあ最初の導入としては悪くはないかなと。まあ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 って。ただまあ最後のね、映画の倍速視聴とかが増えてるのはみたいなとか、ちょっと軽くハテナぐらいはつくんですよね。なんかこう退屈っていうより、まあ動画コンテンツの面白さの問題なんじゃないのとか思っちゃったりするんだけど、まあ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 ぐらいな感じ。多分この辺はギリセーフでスルーされる。タイパじゃないのそれ。タイパ、うん、そういうことですね。タイ焼きパーティー。タイ焼きパーティー。これ行っている行為っていいの？筋肉痛が痛いみたいな感じだけど、これはいいの？普通の表現、うん、まあ問題はないと思います。よっぽど変な言葉遣いでもない限りはこの程度では減点されないです。こっからです、要注目は。この人々の感覚の変化に対応すべく、メジャーリーグでは新しいルールが導入された。野球はもともと時間制限の上に成り立っている競技ではないため、所要時間が不透明な上に長時間化しやすかった。そのため時間制限のあるアメリカンフットボールやバスケットボールに対して人気が劣っていた。そこでピッチクロックという部分的に制限時間を設けるルールを導入し、試合をスムーズに進行できるようにした。ピッチクロックでは投手がボールを受け取ってから投球モーションに入るまでの時間、打者がバッターボックスに入ってから打つ準備をするまでの時間、それぞれに制限時間を設けられた。これにより2時間前後で終わる試合が増え、来場者数も増加した。はい、ということで、これね、皆さん、彼女ナイストライなんですよ。要は何かっていうと、一見お題はさ、退屈の意味について論ぜよなのに、彼女スポーツの方向に話を持ってったでしょ。これってね、心象が結構いいんですよ。よっぽどね、例えば数年前に出た科学とは疑うことで
であるみたいなね、あのレベルになんかこうもう、あ、これも完全にポパーの反証可能性命題を聞いてるんだなみたいな、よっぽどスポーツにこう絡めるのがちょっと厳しそうなものでもない限りは、ある程度こうやってスポーツの方向へ持ってってあげた方が、スポーツ科学部の採点官の心象は良くなります。これはね、はっきり僕は実はもう体感されてる先生ではあるんだけど、かつてスポーツ科学部の小論文の採点に携わってる先生とお話しさせていただく機会があって、その時にやっぱり伺ってるんですよね。こうスポーツに対しての興味度合いだとか知見がね、現段階でどれくらいある子なのかっていうのを見たいっていうのは、小論文はやっぱり設けてる意義だっておっしゃってたんで、これとても心象はいい方だと思います。ただしこっからなんですよ。彼女はいいトライを試みたし、まあ心象のいい小論文です。で、まあ、この顔なんで、それなりに綺麗な字も書くでしょう。っていうことなんですけど。そうなの？これ、2023年のスポーツ科学部入試において、受験生が最も失敗しやすかった、その典型例を彼女はやっちゃってるんですよね。何かっていうと、このスポーツ科学部のこの小論文が聞いているものは何かっていうと、退屈の意味について聞いてるんですよ。なのに受験生の大半がどうやったら退屈を解消できるかとか、退屈の解決策みたいな方向に話を持っていっちゃうんですよね。なんだけど、今回の小論文の答案でやるべきは何かっていうと、退屈っていうものがあなたの人生だったり、あるいは誰かの人生だったりにもたらすプラスの効果というかね、退屈の意味って何かなっていうところをちょっと掘り下げて考えないといけなかったんですよね。それが今回のお題だったのに、受験生の大半はどうやって退屈を解決していくべきか、もっと人生に目標を見つけて努力を頑張っていけば退屈なんか感じないみたいな、そういった方向性に話を持っていきがちで、で今回の数の子の答案もピッチクロックでいかにお客さんの退屈を軽減させて、それによって売り上げが伸びていったっていう風に、こう退屈をネガティブなものと捉えてそれを解決させていく方法みたいな感じになっちゃったんだよね。だけどそうじゃないんだっていうところ、退屈っていうものがもたらすプラスの効果というか、それがね退屈の意味なんだよね。そこがずれてしまったってことにおいて、もう退屈は無意味じゃないんだってことを表現しないといけないのに、問いに対する回答ができなかったっていう、このね方向性のずれが2023年の入試において受験生が最もやってしまった、かなりというか、まあ、完全に不合格答案になっちゃって、それも理由で、実は早稲田スポカの23年の平均点って50点満点中22点なんですよ。むちゃくちゃ低くなってるんですね。じゃあ小論で失敗した人が多かった、ね、多かった。今回の代々木ゼミナールの答案がすごく良かった。退屈っていうものをプラスに捉えて、退屈がもたらしてくれる効果というか、そういったものを論じてるんですよね。退屈があるからこそ、逆に退屈がもたらす人生の飢餓感みたいなものが、なんか自分を頑張らせてくれるみたいに、こう退屈っていうものをなんか必要悪みたいにして取らせると、まあいいよねと。でそういう方向性で答案作ってるのは答申の回答例なんですよ。この答申の回答例、これも合格レベルで、最高合格レベルはヨゼミのこっちの答案っていう風に僕は見てるんで、まあこれどっちも見て答案例に触れておいてください。で皆さんね、これすごく今僕大事なことやってて、皆さんはこの後ヨゼミのねホームページと答申のホームページに行って、ぜひね23年の模範回答例見てみてほしいんですけど、小論ができるようになる方法っていうのは2つしかありません。1つはいい解説やいい模範解答例にたくさん触れること。そうすることによって、これくらいなんだな合格ってっていうのが見えてくるんですよね。真似できるようになってくるんですよ。あれくらいみたいなものが基準ができてくるんだよね、自分の中に。でもう一つは、じゃあ本当に自分の答案が基準に達してるかなみたいなところに対して添削を受けてチェックすること。このね2パターンしかなくて、逆に言うとこの2パターンだけでいいので、ぜひね素晴らしい解答例2種触れておいてください。あとはもう一個ね言えるのは、この退屈っていうものをスポーツにつなげるんだったら、僕だったらどうするかっていう話になってくるんだけれども、例えばヨーロッパサッカー考えてみてください。日本人が一番多い欧州サッカーリーグどこだと思いますか？ドイツ。そうブンデスリーガなんですけれどもじゃあ例えばブンデスリーガね、これ毎週末に行われる国内の、まあ沖縄みたいなもんやな、ドイツはな沖縄みたいなもんやろドイツは。違うわ、寒いわ。ドイツの国内リーグが毎週末週1で試合があります。選手たちは90分間走り続けます。さらにドイツカップって言って、このドイツの国内で、まあ1部2部とか3部とかも合わせた全体でのドイツ国内のリーグ戦というのがまた別個であるんですよ。でさらにドイツの中でのバイエルンミュンヘンとかドルトムントみたいな上位チームっていうのはチャンピオンズリーグとかにも出たりするんですよね。っていう風に試合が重んでくるんですよ。ってなってくると、どうしても選手たちには休息が必要になってくるのね。疲労が溜まってくるんで、試合に出続けると怪我する可能性が高くなるんですよ。で選手が怪我
怪我すると何が起きるかっていうと、離脱期間が長くなるのね。クラブチームにとってはお金だけが出て選手は使えないみたいな状況が続くんですよ。じゃあスポーツにおいて退屈っていうのは必ずしもネガティブではないと。退屈を休息と取ることができる。で、まあ今みたいなサッカーのね、過酷な現実を具体例に挙げて、でこのような環境下では選手は退屈にも見える休息があることによって体を休めてコンディションを整え、そしてまたメンタル面もフレッシュな状態に持っていって、いいコンディションで次の試合に臨んでいけることができるとね。こういいローテーションをするためには選手たちにはいい休息が必要である。であるからスポーツの世界においてはね、一般的には退屈っていうとネガティブなイメージがあるかもしれないけども、スポーツの世界においては退屈は必要な休息なのであるみたいな感じで持ってきたりすると、綺麗な小論文ができて心象もすごくいいんですよね。できそうであればなるべくこう話をスポーツの方向性に寄せていって小論文を作ってあげるととてもいい答案になるよっていうことですね。でまあ彼女の答案の最後の方をちょっとこうね、最後見ておしまいにしますけれども、このことには人々を引きつけるためには少しでも冗長な時間があれば省き、内容を凝縮しタイムパフォーマンスを上げなければいけないというような風潮を感じる。もはや我々は完全に満たされている状態でなければ退屈なのだ。やっぱり退屈をネガティブに捉えちゃってんだよね。で最後、退屈の意味が抗議的になりて、これちょっと内容おかしいからね、ちょっとチェック入れたけど、まあ面白さとか満足度への社会のハードルが上がってるってことと退屈の意味が抗議になってるってのは全然違うから、退屈の意味は退屈しかないんで、で社会の中に蔓延するようになった今、私たちには退屈を楽しむことができるようになるべきである。常にスマホを片手に持っている私たちは退屈を潰そうと思えばいつでも簡単に潰すことができる。だがそんな環境だからこそ映画の中の間について考察してみたり、こういうことね、もっと広げるべきだったのよ。だから最後はさ、退屈の中でこそできることの話をちょこっとしてるんですよね。こういうことをなんかこうね、意味として広げていけたりするとよかったんだけどね。で野球の配球について考えてみるなど、退屈と感じるものそのものについて考えを深め、楽しいという感情へと昇華させる力を身につけるべきであるってね。退屈も捉え方次第で楽しみになるんじゃないのっていうかね。退屈をネガティブな退屈とするか、それともポジティブな感覚へと持っていくかっていうのは考え方次第ですよというかね、ふうに持っていくとまあ良かったのかなというふうには思いますけどね、っていうような感じでございます。うん、なるほど。あとはあれだね、まあうちは本書く人間だから、うん、類語辞典使うといいと思います。類語辞典、うん、日本語のね、楽しいという感情とかは幼稚に感じる、うん、確かに分かんないです、どういうのが出てくるのか。類語で享楽とか丸い類じゃなくてね、丸い類、丸い類ちゃんがどうしたの。丸い類語じゃないよ、あのさ、ねね、俺のボケをさあ、腹立った彼女はね、22点ぐらいしか平均点がないような問題とかでも今後35点とか40点とかいけると思いますよ。うん、伸びしろしかないです。伸びしろですね。伸びしろしかないもどうかと思うけど、そうだね、言葉じゃない、そうだね、今のカットね、全然0点伸びしろですね。まあ、共通テストでこけなければ大丈夫っていう、うん、大丈夫だと思います。てか受かると思いますね。取れるようになってきてますか、ちゃんと共通テストの時間が時間があ、でも大丈夫だよ、早稲田スポカーあなた受かるから。怖い、そんなプレッシャー。あ、いや、プレッシャーじゃなくて、もう大体わかります。フラグ、やだ。落ちたら、森哲くんがバンジージャンプです。やだよ、ちょっと最悪だよ。まあまあね、また共通テストに行くことです。ほんま受けない人いるからさ、本当に。もうやだ、つってさ、受けたくないっつって言って。受けます。それがでかいから。ということでしたら、じゃあもう小論ね、送っちゃえばいいと思うんで。ありがとうございます。はい、はい、見てもらえるということで。ラッキーですね。特権ですね。小論この動画ね、この添削もだけどね、絶対金払ってやるやつやで。おぉ。よかったです。はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、よかったです。ということで、この模範解答は見といてね。この2種は。うん、もちろん。そうそうそう。